打ちました。これは浅いフライ。これで3連打。ツーアウトランナー1塁。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く。さあマウンドに上がったのは木下。今シーズン6試合目の登板です。3連投ということになります。豪快なスイングは空振りになります。スピードボールを持っています。真ん中打ちました。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドを任されたのは岡田。今シーズン12試合目の登板です。初球ボール、打ちました。浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、ここはフライになっています。取ってワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待します。打ちました。レフトに強い打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。2番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。これもファウル。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を待っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。打順は3番バース。ファースト、まず大きく外れてボールになりました。2球目打ちました。ライトに大きな打球、この当たりはどうか。ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスセカンドランナーに入ります。4番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。外、次が4球目。打った、センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。バッターは5番オマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。決まった、低めいっぱい。ストライクを先行させていきます。追い込みました。バッターのオマリー、今シーズン得点圏での打率は6割1。打った、右中間に強い打球、これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのはロドリゲス。さあバッターはモリア、そのまま打席に入ります。ベンチとしてはこれ以上ピッチャーを使いたくないということなんでしょうかね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、バッターボックスには代打の大山。
小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。切れていきます、ファウル。2球目打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは7番新庄。今日は3つの盗塁を決めています。ツーアウトになっています。初球打ち、ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。福田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡。試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそう。東京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。アウトコース、ボール。これが2球目、アウトコースへ決めました。3球目打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは和田、前回のゲームでは5安打の大活躍でした。ヒットでランナーを1塁に、ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いや、痛いですね、先制のランナーですからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、次が3球目、
もう一球低め。まあそうですね、どんなバッターでも追い込まれるとスイングも多少になると変わってきます。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。先制のピンチの場面だったんですが、なんとかワンアウトです。まあそうですね、この後ですよね、肝心なのは。さあ、そしてバッターボックスにはバース入ります。気をつけたいバッターですね。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。ホームに送球する。これで8試合連続安打。ランナー3塁1塁となりました。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。初球ボール球です。外れました。バッターボックスの石峰、今シーズンの得点圏打率は5割1分3厘となっています。4球目は何で来るか。ファウルになります。まあ、追い込みましたから三振を狙いたいですね。そうですね。いい当たり、センターに抜ける。二塁はセーフ。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット。1対0ジャイアンツ、なおも二塁一塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここで離されたくはないですね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね。さあ、気をつけていきたい八木、バッターボックスです。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。ジャイアンツ、その差を4点に広げられる重い一発となりました。ジャイアンツ追加点を許します。4対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは注目のルーキー松永。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。初球打ち、大きな打球になった。この当たりはどうか、センターオーバー、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打。まず何を投げてくるか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。5対0。ジャイアンツ、なおもピンチです。打席には8番バッター亀山。ジャイアンツとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。初球は何から入ってくるか。打ちました。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。ジャイアンツ、なおもピンチです。初球打ち、ホームに送球。これで7連打。ワンアウトランナー三塁一塁。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。そうですか。初球打ち、レフトバックする、バックする、ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。7対0。ジャイアンツ、なおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスは2番和田。ジャイアンツ先制点を許す形となっています。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてワンバウンドヒットになりました。
サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、9対0、ジャイアンツなおもピンチです。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のトネ。さあマウンドに上がったのはトネ、今シーズン初登板です。西さん、この場面で出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。あっと入らない、外低め決まってストライク、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。打ちました、弾き返した打球はライトへ、ここはフライになっています。ライト、セカンドランナータッチアップ。バッターボックスは4番石峰、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや痛かったですね。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ツーアウトラン、打った、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。11対0。いいボールでしたけど、これは打った方を褒めるべきですね。はい、打席には5番バッター八木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打ちました、初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回タイガース先に点を取りました。11対0、タイガース先制です。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス松永、先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね、ジャイアンツ厳しい展開で2回を迎えています。打席には7番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っ、走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、3球目は何で来るか。インサイド落ちました、これはどうか、ショートの横抜けた、バックホームする、これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁1塁。打順は8番亀山、ジャイアンツとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンターへ、取ります、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。12対1、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターは高橋、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。インコースファウル、引っ張った、ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります、バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、まあ、今度はきっちりと抑え、打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、ホームに送球する、これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウト満塁です。バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、ヒットで満塁としています。ファウルになります。アウトコース打ちました、このチャンス打ち上げてしまいました。この打球はフライになっています。インフィールドフライでツーアウト。打席には3番バッターバース、先ほどの打席はライトフライに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割2分5厘となっています。引っ張った、打球はライトへ、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで1点を追加しています。12対。小宮山さん、序盤から大量失点となっています。なんとかしたいところですよね。まあそうですね、今頃ブルペンもえらいことになってると思いますね。そのあたりのスイッチ、交代のタイミングも見極めが必要です。
打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。ランナースタート、ヒットエンドラン、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは6番松永、ジャイアンツとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。見送ってまずはストライクです。外の低め、見極めます。打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、13対2になりました。ジャイアンツなおもピンチです。まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か、ファウルになります。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、14対2になりました。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番亀山、先ほどの打席で犠牲フライを放った。ファーストランナースタート、初球打ち、ここはフライになっています。ファーストが構えます。大城が掴んで2アウト、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。初球大きく外れています。次が2球目、外に決まりました。チェンジアップ外れました。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。高め打ちました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。14対2、タイガースのリード広がっています。打順はトップに帰って新庄、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄、初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。15対2になりました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。2球目は何で来るか。高めの変化球で空振りを取ります。あっという間に2ストライクです。打ちました。坂本掴んで1塁アウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、バッターボックスには3番バース。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね、ワンアウトランナーありません。これが4球目、ボールになります。これはセカンド山本抑えて2アウトになりました。バッターボックス石峰、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトランナーありません。打ちました、浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー1塁、ジャイアンツピッチャーが、さあマウンドを任されたのは野上、今シーズン3試合目の登板です。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん打球、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。
十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッター松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。高めギリギリです。これが3球目。これはライト下がっていく、下がっていく、このフライは切れ、惜しくも切れてファウルボールです。これはファースト大城掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガース西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか？まあ、こういう時こそね、あの自分のバッティングというのを大事にしてほしいですよね。そうですよね、集中してほしいですよね。これはセカンド山本取ってワンアウト。8番バッター亀山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。一塁線抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、バッターボックスには先発の高橋入ります。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。初球打ち、これはどうか、山本一塁送球します。アウト、ツーアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要。高めのボール、ファウルになります。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割。打ちました、ピッチャーゴロ、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。タイガース、スタートランナー残塁に終わりました。タイガース大量リード。6回の表、東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打順は2番和田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ厳しい展開で6回を迎えています。打った、野上抑えてワンアウトです。3番バッターバース、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。野上、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、これは浅いフライ、初球から積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。ああ、なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。高め空振り。さて、バッターボックスの石峰、バッターとしてはどういう特徴がありますか？ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターです。打ちました、浅いフライ、ここは打ち上げています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。タイガース大量リードしています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツは西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね、これだけね、お客さんも来てくれ。これはショート坂本抑えて一塁アウト。打順は6番松永、今日は盗塁が1つあります。ワンアウトランナーなし。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は7番梅野。打ちました、これは大きい、伸びていく、ファウルになります。
ノーボール2ストライクです。3球目見送っています。ボール。さあ4球目は何か。これはショート、坂本取って、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番亀山、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ノーボールツーストライク。まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。はい、打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターは今日の先発ピッチャー高橋。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の糸井。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。ランナー飛び出している。2塁を送ります。2塁タッチはアウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。8回の表タイガースの攻撃、バッターは糸井。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ厳しい展開で8回を迎えました。打ちました。これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これがチーム25本目のヒット。ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベース打ちました。ショート取った、一塁へ。これが今日5本目のヒット。ノーアウト、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。小宮山さん、ランナーが一人いなくなりました。ええ、ランナーが減って少しホッとしてるでしょうね。ええ、ですよね。しかしまだランナーは残っていますから気を抜いてはいけませんね。うん、そうですね。さあここはしっかりと抑えていきたいところ。次が4球目、打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上。バッターボックスは3番バース。ファーストバース、初球打ち、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、センターが取りました。ツーアウトです。バッターは4番石峰。今日はホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重に打った。高い打球、レフトが追いかける、追い突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は5番八木。さあまず1球目、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルです。インコースを落としました。打ちました、高く上がった、頭上グン入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。しっかり捉えた、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。うん、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょう。バッターボックスには7番梅野。打ちました、伸びていく、
ヒットになった。二塁送球、一塁タッチアウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて、はい、打線の奮起。これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のオマリー。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。引っ張った、さあどうだ、外野大きな打球ですがワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。初球空振りです。大きく外れました。失投気味でしたが空振りを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理して打ち上げた。一塁線落ちてフェア。セカンドランナーサード間パスを蹴った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。ジャイアンツなおもピンチ。ここでタイガースダイソーを送ります。エゴシがセカンドランナーに入ります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。いい当たり、大きいぞ、伸びる、伸びていく。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点を挙げました。ジャイアンツさらにピンチが続きます。バッターボックスには2番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかり捉えた。フェンス直撃。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスバース。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思います。外の球打った。ファーストよく取った。アウト。これはビッグプレー。ワンアウトランナー三塁となりました。いい動きでした。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のはいいプレーでしたね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。失投気味でしたが空振りを取ります。低めは外れました。ツーボールツーストライクです。内のボール打った。ぐんぐん伸びる。わずかに左に切れました。ファールボール。ツーボールツーストライクです。内のボール球打っていった。これはどうか。この打球は落ちそうだ。落ちた。ヒットになる。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターボックスには5番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。ジャストミート。これは大きい。切れました。ファールボールです。今度も真ん中に来ました。まあそうですね、打ち取れる可能性が高いわけですから積極的。来たー、一直線突き刺さった。八木さらにダメ押しの一発。今シーズン第27号のツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。ジャイアンツ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは田口。
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち高く上がった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。これで3連打ワンアウトランナー2塁となりました。7番バッター梅野、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。バッターボックスには代打のアリアス。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。まずは見送ります。ワンボール。しっかり捉えた。この当たりはどうか。この打球はフライになっています。掴んでアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。しかしこの回タイガース連打連打打者一巡の猛攻で得点を挙げています。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。